皆さんこんにちは。今回は若くして亡くなってしまった芸能人、有名人を10名ご紹介します。様々な理由でこの世を去ってしまった方を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。神田沙也加。神田沙也加さんは歌手や女優、声優などマルチに活躍し、父は俳優の神田正輝さん、母は歌手の松田聖子さんであることも有名です。2014年アナと雪の女王の日本語吹き替え版のアナの声を担当、また主題歌の歌唱も務め、大きく注目を集めました。そんな順調そうに見えた神田沙也加さんですが、2021年12月18日に仕事の遠征先で泊まっていたホテルの14階の屋上で倒れているところを発見、病院にも運ばれましたが、35歳という若さで亡くなりました。死因は神田さんが泊まっていた22階の部屋からの転落だそうで、神田さんがいた部屋には書き置きも残されていました。その内容は喉の不調のこと、恋愛での悩み、そして可愛がっていた愛犬が亡くなったことの悲しみなどが綴られていました。この書き置きから神田さんは自らの意思で亡くなったと判断。はっきりとした動機は分かっていませんが、書き置きを見るに様々な要因が重なり、このような行動をとってしまったのかもしれませんね。水谷優子さんはアニメちびまる子ちゃんのお姉ちゃん役の声優を務めており、平成2年の初回放送から多くの人たちにその声を届けてきましたが、2016年5月17日に51歳という若さでこの世を去りました。原因は乳がんであり、亡くなる2年ほど前から患っていたようです。しかし、がんを患いながらも、亡くなるギリギリの4月22日まで、ちびまる子ちゃんのアフレコに参加しており、病室にも台本を持ち込んでいたそうです。しかし、残念ながら、そのまま病院で息を引き取りました。仕事が大好きだった水谷さんは、亡くなる直前に仕事に行きたいとも言っていたそうです。ちびまる子ちゃんのお姉ちゃん役として多くの人たちを楽しませてくれた水谷さんには、たくさんの追悼コメントが寄せられています。大杉君恵さんは1987年に日本テレビに入社し、アナウンサーとして活躍。2003年には10歳年下の男性と結婚し、2006年10月、43歳の時には第一子の男の子も誕生しています。しかし、そんな幸せに包まれていたように見えた矢先、翌年の2007年2月2日、大杉さんが育児休暇の時に自宅マンションから転落し亡くなってしまいます。自宅からは遺書が見つかり、警察は自らの意思で亡くなったと判断されました。実は大杉さんはもともと繊維筋痛症という病気を患っており、電話の受話器を持つなどのちょっとした刺激だけでも全身に激痛が走るという病気だったそうです。近隣住民の話によると、真っ青な顔でコンビニで買い物をしている姿も見られていたようです。そのような痛みに耐えながら子育てをしている生活についに限界が来て、大杉さんはこのような選択をされてしまったそうです。また大杉さんは他人に弱みを見せられない性格だったそうで、友人にもほとんど病気のことは打ち明けずに、一人でこの痛みと戦っていたそうです。三浦春馬さんは4歳の時に児童劇団に所属し、2002年には映画森の学校で初主演を務めました。それから様々な作品に出演し、役者として常に第一線で活躍されていましたが、2020年4月18日に30歳という若さでこの世を去りました。この日、三浦春馬さんは仕事の予定が入っていたのですが、現場に姿を見せなかったため、関係者が自宅を訪れたところ、クローゼットの中で首を吊っている状態で発見されました。その後、病院に搬送されましたが、残念ながらそのまま意識は戻らなかったそうです。警察は自らの意思で亡くなったと断言されており、遺書などはないため動機は判明していませんが、もともと三浦春馬さんは真面目でストイックな性格のため、仕事の悩みも多く、うつ病を発症していたからなど、様々な憶測が飛び交っています。しかし、本当に三浦春馬さんは自らの意思で亡くなったのかと疑問を持つ声が多く、三浦春馬さんのファンを中心に真相追及を求めるデモ活動も行われています。芦名聖さんは高校生の時にスカウトされ、2002年にモデルとしてデビュー、また2006年には日本、カナダ、イタリアの合作映画シルクのヒロイン役に抜擢され、それ以降女優業に専念し、様々な作品で活躍してきました。
しかし2020年9月14日、アシナさんと連絡が取れないことを不安に思った親族は、アシナさんの住む自宅マンションに向かったところ、紐状のもので首を吊り、亡くなっているところを発見したそうです。アシナさんも自らの意思で亡くなったものだと断言されましたが、その動機は亡くなった三浦春馬さんが大きく関係していると言われております。二人はドラマブラッディーマンデーで共演し、親交を深めていたそうで、アシナさんにとって三浦さんは弟のような存在だったそうです。また三浦春馬さんが亡くなる直前に、アシナさんは彼から電話をもらっていたそうですが、仕事が忙しく少ししかできなかったそうです。そのことをひどく悔やんでいたそうで、三浦春馬さんのことを救ってあげられなかったと自分を責めていたそうです。そのような理由から三浦春馬さんの後を追うようにこのような行動をしてしまったのではないかと言われております。また、アシナさんにはとても可愛がっていた小型犬がいるのですが、その子が亡くなった時にはアシナさんが一緒にいられるようにとペットも一緒に入れてあげられるお墓をご家族が作ってあげたそうです。浜崎マリア。浜崎マリアさんは恋愛リアリティ番組いきなりマリッチに出演していました。いきなりマリッチはアベマ TV の番組で、初対面の男女2人がいきなり最初に仮の結婚式を挙げ、30日間疑似結婚生活を送り、その後実際に結婚するのか別れるのかを選択させるという番組です。浜崎さんはシーズン4に出演し、順調に撮影は続いていたそうですが、実際に結婚するか別れるかを選択する少し手前の8月26日に、彼女が一人で暮らしているマンションで亡くなっているのが発見されました。享年23歳という若さでした。彼女は睡眠剤などの薬を大量に飲んでいたようで、自らの意思で亡くなったとされています。また、遺書などは発見されておらず、詳しい動機は分かっておりませんが、カメラがつきっきりの生活や番組に出演していることで受ける誹謗中傷などのストレスに耐えられなかったのではないかと言われております。番組の撮影での彼女のストレスはかなりあったと思いますが、お相手の男性も浜崎さんが亡くなったことでかなりの精神的な負荷がかかっていそうで心配ですね。酒井泉さんはザードのボーカリストとして活躍し、負けないでや揺れる思いなど日本人なら誰もが知る名曲を生み出し、90年代の音楽業界を盛り上げていました。そんな大活躍だった酒井さんですが、実は2000年以降体調不良に悩まされていたそうです。酒井さんは2006年の4月、39歳の時に子宮頸がんが発見されました。実はこの時酒井さんの体重は30キロまで落ち、余命も2ヶ月と宣告されていたそうです。またもともとテレビにはあまり出なかった酒井さんですが、その理由が上がり症だったからともよく言われておりますが、実は体調面による理由もあったそうです。そんな闘病生活をしていた彼女は2007年病院のスロープから落下し、40歳という若さで亡くなってしまいました。闘病生活をしながらも日本中に歌声を届け元気づけてくれていたと思うと本当に勇気づけられますね。志村正彦さんはロックバンドフジファブリックのボーカルを担当しており、大半の作詞作曲も担当。若者のすべてや茜色の夕日などの代表曲を生み出し、今でも多くの人に聞かれ愛されています。しかしそんな順調そうだった志村さんですが、2009年12月24日クリスマスイブでもあるこの日に突然この世を去ってしまいます。マネージャーが連絡の取れない志村さんの家に向かったところ、パソコンの前で倒れ亡くなっている志村さんを発見しました。原因は不整脈と言われており、パソコンの前で倒れていたことから自身を追い込んで楽曲制作をしていたのではないかと言われております。生前には主食はミンティア、睡眠時間は2時間くらいだと公言しており、医者に仕事を休まないと数年後には亡くなってしまうとも言われていたそうです。そのストイックすぎる性格から自身の体は蝕まれていたのかもしれません。その後ボーカルの志村さんを失ったフジファブリックは3人で活動することを決意。リードギターを担当していた山内総一郎さんがボーカルを務め、志村さんの意思を受け継いでいます。松田直樹さんはサッカー選手でありディフェンダーを務めていました。2002年のワールドカップにも出場し、すべての試合にフル出場、ベスト16の快挙も達成しました。長きにわたって横浜 F ・マリノスで活躍し、多くの人に愛されてきましたが、2011年8月4日に34歳という若さでこの世を去りました。
原因は心筋梗塞であり、2011年8月2日、松田さんはチームでの練習中に突然、やばいと言いながら倒れたそうです。周りに仲間がいる状態だったため、すぐに救急車を呼び、手術をしましたが、残念ながらそのまま意識は戻らず、2日後の8月4日に息を引き取りました。とても惜しまれる結末となってしまいましたが、松田さんのご活躍は多くの人に勇気を与えてくれました。桜塚やっくん。桜塚やっくんはお笑いタレントとしてブレイクし、お笑い番組エンタの神様でも番組を盛り上げていました。お笑い芸人としてのイメージが強いですが、実はもともと本名でジャニーズジュニアとしても活動していました。また本格的に音楽活動もしており、ビジョメン Z というバンドのボーカルも務めていました。そんな桜塚やっくんですが、2013年10月5日、山口県の高速道路をバンドメンバーとマネージャーを乗せ走行中、運転をしていたやっくんはカーブでハンドルを切りすぎてしまったようで、分離帯に激突。この時全員怪我はなかったそうですが、確認のためやっくんとマネージャーが車から降りたところを後続車にはねられ、37歳という若さでこの世を去りました。事故があった場所は地元でもよく知られた魔のカーブと言われており、過去に何度か事故が起きていたそうです。このような突然の訃報にバンドメンバーをはじめ多くのファンにショックを与えました。その後出演していたエンタの神様では追悼映像を流したり、桜塚やっくんが最後に記していたブログ記事には今でも多くのコメントが書かれており、多くの人に愛されていたことがわかります。いかがだったでしょうか。今回は若くして亡くなってしまった芸能人、有名人を10名紹介しました。一見華やかで幸せそうにしている有名人でも、実は心の中では深い闇を抱えていたり、重い病気であることもあります。有名人でも我々一般人とは変わらない一人の人間だということを忘れてはいけませんね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。